し。はい、皆さんおはようございます。今日は三脚の足の部分がこう自由自在に動くやつ、ぐねぐね。そう。それで今あの助手席の角っこにその三脚を設置して今動画を撮ってます。はい。で iPhone で一番広い画角で撮影してます。はい、だからこんな感じで多分今までよりは。ちょっと真正面向いとんじゃないかなと思うんですけど、はい、だんだんこう運転中の振動で微妙にずれ始めるかもしれませんけど、まあその辺はご容赦ください。ちょっと今日は試験的なことも兼ねて今動画を撮っております。このぐねぐね道で、ね、ずれずに固定されとったらいいんですけど、要は三脚のその自由自在に動く足でこうガチッと固定しとるだけなんで、まあ多分ね結構な振動とか段差があったらずれると思います。まあでもダンプみたいにね、トラックみたいにそこまでその突き上げるような振動はないんで大丈夫だとは思うんですけど、最近知ったスマホの機能があって、あのカメラ機能でね、動画撮るときにあのピントがね合わせるのにカメラが自動で調整するじゃないですか。その時に結構風景が白飛びしたり、そうでまたパチッとピントがあったり、風景にでまた風景からピントがずれて白飛びしたりとかいうことがあったんですけど、そのピントをロックするっていう機能を僕知りましてね、初めてそう、なんかの動画見よった時に、そうスマホのなんかカメラの機能の説明の動画を見よったんですよ、この間。その時にね知りまして、そう、その合わせたいとこをピント合わせたいとこをどうだろう、3秒ぐらい長押ししたらそのピントがロックされるんですよね、そこで。それで今撮影してるんで、まあ、おそらく白飛びしたりその風景 の, その色合いが変わったりとかはしてないと思うんですけど、どうでしょうかね。最近も GoPro 使ってないんですよ。 GoPro ね、あの本体はまあ壊れてないんですけど、バッテリーがねちょっともうずっと使うってやつで、毎日でその一つしか使ってなくて、そうで充電器で僕は充電せずに本体に入れたまんまね、充電器挿してから、あ、充電のコード挿してから使いよったんですよ。 それで結構な今年の夏場に膨張してからバッテリーが、そうで本体から外れなくなるぐらい膨張してしまって、その辺からね、なんかそのバッテリーの減りがすごく早くて、そうで表示では 100% になっとるのに、なんかカメラ回し出して10秒ぐらいしたらピピピピピって勝手に切れたりね、ちょっと不具合が発生しだしたんで、うん、だから今ここ最近ずっと iPhone で撮影してます。はい、まあ、ずっと言ってますけど iPhone が一番手軽ですよ。撮ったらすぐもうあのその iPhone にね落とし込まなくていいんで、GoPro だったらね、いちいちマイクロ SD カードね、ライトニングケーブルつないでからスマホの方へデータを
映し込んだりね、そういう面倒くさい手間な作業もあるんでね、スマホだったらそれが省けるんで、いいですよ。本当はこの椅子と椅子、運転席と助手席の間に何らかの工作をしてね、こうど真ん中から、ね、あの以前のダンプの走行動画のようにど真ん中から映したいんですけど、とりあえずはまあこれで、ね、だからまだ若干カメラ位置が助手席寄りなんですよね。でも多分両サイドのミラーもギリギリ映っとると思うんですけどね、これだったらずれてなかったらね、ずれてなかったら多分いい感じに映っとるはず。よいしょ。あ、やばい。昨日お客さんからいただいたボスのコーヒーが転がっていった。今日飲みながら行こうと思ったんです。昨日府中の現場に行った時か、府中の宮野町っていうところへ行ったんですけど、まあ狭いところでね、そう、あの江の宮神社っていう神社があるんですけど、お寺神社か江の宮神社だけ神社よね、お寺じゃなくてそこへその近くへ行った時にね、バックで最後入ってったんですけども、狭かったで、一軒家の、まあ、掘り込み式ガレージの昔ながらの、そう、屋根がね、天井がどうじゃろう、この多分このトラックが入らんぐらいの高さでした。多分2メーターないぐらいでしたけど、そこの中へコンテナ置いてあってね、それを引き上げに行ったんですけど、まあもう上の屋根ともう5センチちょっとぐらいしかね、スペースがなくて、上が廃材の上っ面とね、屋根がねちょっとしか上げれんのんです、ちょっとしか浮かせれんのんです。でそれを浮かしてじわーっと慎重に引っ張り出してね、そう、でそういう昨日そういう作業をしよったんですけど、頑張れ野球部、頑張ってね。あ、ここね、秋府中高校ですけど、秋府はまだ頭丸めとんですね、坊主ですね。最近はよしよし、緊急走行してますね、パトカーが。何、熊でも出たかな。この峠は本当イノシシ、鹿はもう頻繁に出ますからね、普通に日中突っ立ってますからね。それこそこの間僕明倉山運動公園行ったでしょう、あの辺の歩道へ立ってからね、車がこう走るようなこうやって見てますからね、鹿が。ひどい時には親子でから見てますからね、並んで。もう大したもんですよ、本当。人間と一緒、本当に。うん。よいしょ。まあ多分あの、揚倉山の山の方へ多分家があるんでしょうね、鹿の。うん。よくね、親子連れの鹿を見ますよ。それも昼間にね。何の話をしたっけ。今の野球部のお兄ちゃんを譲るときに何の話をしったっけな、忘れたマジで忘れた、何の話しったか。カメラの話しった、カメラの話はもう終わっとったよね、確か。それが、あ、江宮の、あ、そう、現場の話しよったんか、そう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 、まあ、じわーっと引っ張り出してね、そう、作業しよったら接種さんが出てこられてね、奥様が出てこられてコーヒーをいただきました。そうで最後ね、まあ、僕らは最後掃き掃除して現場出るのが当たり前なんですけど、まあ、その掃き掃除をしよったら、あ、もうそこまでしてもらわなくてももうバチが当たるんでそこまでしてもらったらってね、言われまして、いやいや、ここまでやるのがあれなんでつってね、やりますよつって、そうで、こっち掃除しとったら、そう、奥の方からね、2、3枚あの外壁材、サイディングの切れっ端を持ってこられてね、これもいいですかって、そう、あ、いいですよつって、そう、うわ、辛いね、サイディング2、3枚
追加で乗して持って帰りました。そうで、その奥さんにいただいたコーヒーを飲もうと思ったんじゃけど、取れんわ、もう信号青になるわ。今取ろうと思ったんですけど、美味しいやつよ、ボスのね、あのペットボトルのクラフトボスかいね、甘いやつ。今日一晩中、昨日の夜から車内に助手席に置いとったんで、多分いい具合に冷えとると思います。今気温が13度。覚えてるかもしれんけど、去年美北丘陵公園に家族であのイルミネーション見に行った時に、庄原インター降りて左行った方のね、なんかスーパーがあったんですよ。そこのスーパーの、うん、スーパーというか なんかな、あの辺のなんか、まあそのイオンモール的なあれかな、そう、あそこでね買った長袖、もうこんなに縮みました。八分丈ぐらいになってます、はい、縮み上げてね。そう、当初ねこれ確かサイズね LL で買ったのにね、うん、縮みました。去年のジャケクレぐらいに買ったんか、12月のね、12月頃買ってワンシーズン来て、でまたこの間から引っ張り出して着ようんですけど、チンチクリンですよ。短いでしょ。あったかいんですよ。裏肝でもないけど、あったかいんですよこれ。まあもちろんね、ほんと真冬になったらこれ1枚じゃ過ごせませんから、まあ、ヒートテック着て、その上に長袖着て、で、会社の規定の作業服を着て、でまあその上にダウンベストみたいなの着たり、ジャンバー着たりして通勤しますけど、あんまり僕かさばるのが好きじゃないんでね、ゴワゴワ。基本多分普通の人よりは薄着だと思いますけどね、うん、いや信号引っかからんかったな今日。こういう時に限って引っかかりませんよね、信号に。コーヒー取りたいんですけどね、こういう時にあの運転中に焦ってこの辺で下向いてこうやって取れたら事故するんですよ、よくありますよね。そこはほんまか知らんけど、スマホ取れおったらなんかね、ハンドル操作誤って横道の方へ突っ込んでね、ひどい時には対向車線にはみ出て車とぶつかったりとかさ、いうニュースも見ますけども、いや、今日ノンストップじゃん、でも多分あこのカーネットプラザかいね、あそこでは多分泊まれると思うんで、あそこへ泊まってじゃあコーヒー飲んで今日の通勤動画終わろうかな、うん、もう体バキバキなんですよ、先週の日曜日からも。そう、先週の日曜日のソフトの練習で2度目のピッチャーをさせてもらったんで、バッティングピッチャーをね、まあ俺の球が遅いみんなね、みんなバッター普段その陸高さんの速い球に慣れとるんで、もう俺の球が本当に俗に言う蚊が止まる、ハエが止まるような球なんでね、このウィンドミル下投げね、みんなこう前になんか出されるというか、そうこう泳がされるというか、だから速い球に慣れてる上級生とかは特になんか逆に打ちづらそうにしてましたけど、でも結局やっぱりこう最終的にはパーンとね、うまいこと合わせてライト方向にこう打ったりね、レフトに引っ張り上げたりね、そうやられましたけど、まあまだまだストライク取るのがもう精一杯ですから。そう、今年に入って息子がソフトしだしてから
僕もウィンドミルっていうのをやりだしたんで、やりだした言うてもそんな毎日練習しとるわけでもないしさ、だけいやあれは本当1年2年でねマスターできるようなもんじゃないっすよほんま。まあ、そのせいでこの右の肩とか肩甲骨周りとかね、あとこの右のこの骨盤、こうウィンドミルって肘をこうパーンとここで当てるんですけど、あれのねあれでからもうここ右の骨盤というかケツのあたりがめっちゃ痛いですまあこうやってやっぱやることによってそのピッチャーのね苦労とか難しさがね分かりますよね、自分がやることによって。そういやほんと難しい、もうストライク取るので精一杯。そうだからね、その今ね主体となってやられてる陸高コーチが不在の時のことを考えるとね、ほんと残りの親父たちで、監督含めね親父たちで頑張っていかないといけないんで、なんとかね早くストライクをコンスタントに取れるようになりたいんですけどね、うん、まあ練習あるのみですね、うちの息子を使いながらねやるしかないどうしてもねバッターボックスバッター相手に投げるとねなんか途端に変わるんですよね、やっぱピッチャーって心理が僕なんかだけどストライクを入れないけんストライクを入れないけんと思ってこう手が緩んでしまったりね、そういやいやまだまだですわ。そんな感じでちょっと特に右半身が今バキバキですけど、はい、まあ仕事しながらまた徐々にこの張りがなくなっていくと思いますけどね、じゃあ今日はそんな感じで、運転動画1本でやってみました。どうでしたかこのアングル、ずれてない？はい、ちょっと後で僕も確認してみますんで、じゃあ皆さん今日も一日無事故で怪我なく頑張ってください、はい、ご視聴ありがとうございました。また明日。あーバイクが行った、ずっと俺の後ろで溜め込んどったんだね。